パスタサラダは1種類または2種類以上のパスタを使って作るサラダである。酢と油またはマヨネーズベースのドレッシングで味付けされ、冷たくして供される。オードブルまたはメインディッシュとして食べられる。使われる材料は地域、レストラン、季節や好みによって幅広い。冷たいマカロニをマヨネーズとあえただけのシンプルなものから複数の種類のパスタを ビネグレットソースと混ぜ、新鮮なものや保存食、調理したものなど様々な素材を加えた複雑なものまでを含む。素材には野菜、豆、チーズ、ナッツ、ハーブ、スパイス、肉、魚介等が用いられる。ブロッコリー、人参、ベビーコーン、キュウリ、オリーブ、玉ねぎ、ひよこ豆、胡椒、パルメザンチーズ、フェタチーズ等は 北アメリカのサラダバーで人気のある素材である。パスタサラダは春から夏の料理と捉えられることが多いが一年中食べられる。オーストラリアやニュージーランドではスーパーマーケットで調理済みの惣菜が出始めた1990年代から人気が出始めた。茹でたパスタをマヨネーズで和え、人参、唐辛子、セロリ等を添えたものでアメリカのマカロニサラダに似ている。 ありがとうございます。